よし、では次のクエストに行きたいと思います。サイドクエが大物総理里クエストの4。残ってるのがレイヤと、イソネミクニなので、イソネミクニさん戦ったことがないので、行ってみたいと思います。妖怪っぽい。さあ行きましょう。音爆弾。水から出すようかな。焼いた。行くよー。よいしょ。うわあ、なんだよもう。何ラッコみたいな泳ぎ方してた。よいしょ。よし、これは残ってるのは何か意味があるのか。ウイハカイ、よいしょ。尻尾かな。尻尾は切れない系なのかな。おお。なんかさ、オールバックじゃないの、ワンレンの女性とかが髪の毛をパッと上に上げるみたいな、そんな感じだった。これなんかなんだろう、こいつよ弱い、なんか割と隙だらけなイメージが。これがさ、狙ってくださいって言わんばかりの攻撃なんですよね。ラッコちゃんお腹が出てるよ。お腹引いちゃう。ここに立って魚を感じる。ん？氷系の武器が作れるのかな。ラッコだ。あー眩しい。そんな荒技。
おーおおあーね眠りかこれ。サンキュー。あと音爆弾を使うタイミングだよね。あおおいおや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 。罪おはよう。何もしてこないのかよ。頭を狙いたいですね。ちょっとよくやってくれた。よいしょ。あー届かんか。よしよ。頼む。よいしょ。頭。あ、頭いったわ。いざーい。あ、寝た。頭と尻尾とあとおててとかなのかな。背びれとかの線もあるよね。あ、やっぱ手いったね。あとは向かって右側のおててかな。ガブレス邪魔だな。お腹空いてますね。あ、出てないよ。出てない。硬直長いな君も。不憫だね。あれベリオロス。乗りますか。あー技使わなきゃよかったな。どこに向かって撃ってんのかな。逆に凍ってるけど。あ、そういう感じなんだね。出たラッコ。ラッコ。待って、ラッコ泳ぎ早いんだけど。もう弱ったって捕獲時だそうです。乗れる乗れる。スス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 。総流その2。ほらドーン。置いちゃった。
はい、ちょっと東龍大技からのペイッペイッてした。なんか今終わりだ、寝たのね。投資したいから投資しよう。回復拾って眠りごな。なあ、よいしょ。痛い。お、V 破壊。いった。あ、おとも、ナイス。治療達成。なんか、あれ？なんか最後持ってかれたな。まあいいでしょう。百竜夜行が再来した。こちらの読み通り、群れの中にマガイマガドも確認されている。マガイマガドはハモンが作ったからくりによって百竜夜行から引き離され、砦の隠し通路に違う砦の隠し通路を経て大社跡に導かれた。起源万丈。日の絵から緊急クエストを受け、マガイマガドを狩猟せよ。さあ、マガイマガドさん登場ですね、ついに。さあ、では行きましょう。百竜夜行の方は我らが里森がお相手します。立ち向かうモンスターの場所も違いますが、我らはカムラの里の家族、心はいつも共にあります。お腹空いたって。特別なクエストが追加されましたよ。これ受けたからね。捕獲か。緊急クエスト、マガイマガド1頭の狩猟。討伐じゃなくて狩猟ってことは捕獲が可能ってことかな。50年前の百竜夜行マガイマガドの出現によって里は甚大な被害を里の被害は拡大してしまった。あの日の二の舞は断じて不満。さあ、ということで、行きましょうか。受注。行きまーす。修羅の猛獣、鬼人なりて。哀れな竜に問いつく。せめて人たち悲壮の覚悟。呪い兜のまがいに挑む。ダッシュを。お早敵なし。引き逃れ。マガイマガド。やっていきましょう。ボスガエル。環境生物をしっかりねゲットして。見つけたぞー。どうした？いたな。なるほど、大技か。
とおてて。もつくが。なんだっけ、こいつの動きあれに似てるな。なんだっけ、尻尾が立派なやつ。あ、ベリオロスだ。ベリオロスの尻尾もこんな感じだったしな。鬼火に取り憑かれた衝撃蹴り虫で払う。V 破壊は頭と頭と尻尾と、ま、前足とかかな。どうか仕留める。お待ちになって。環境生物何だったんだろうね。巻き虫、巻き虫的な感じか。緊急回避しちゃった。今です。ボムボスガエル、よし。あれ、カエルって爆発しないの？霊結晶。あー、これ殴った場所のモヤモヤが消える。よいしょ。危ない。尻尾のモヤモヤが消えたんですよね。なあ、当たった。2回か、あれ両足分か。ナイスマヒー。これでどうよ。よいしょ。あ、当たった場所の問題よこれ。
食らっておくれ。よいしょ。あ、いた。さあ、奴はお腹が空いてきてるよ。それは、それは良くない。ちょ、待って、ピンポイントすぎやしないか。危ねえ。投資できた。オッケーオッケーオッケー。モヤモヤの部分を攻撃するのかな。なんか今度頭にあったね。あ、両方尻尾に変わった。間違えた、間違えた。あー死ぬー、危ない。間違えた、間違えた。用心しろ。なに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 。おお、わーお。どうですかね。強い強い。おお、バッチバッチ。総龍。もう一度いっちゃうよ。ほら、突進離脱。そして次の子に乗る。総龍一歩アタック。総龍、あ、そう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 、総龍めっちゃ。つらいな。やっぱ威力が、威力に難あり。よいしょ。痛いんじゃー。バッチバッチ。いっ、うん、よいしょ。このモヤモヤがね、ちょっと仕様が知りたいな。どうしたらいいかな。おかしいことだな。お、なんか壊れたんじゃないの今。
そっちから来んの。どこが一個避けるの？お腹空いてる今がチャンスなんだよな。どこ狙うかな。よし、ちょっと頭いってみよう。お、V 破壊、腕行きましたね。泣いて移動か。移動じゃなーい。うぅ、あ、うっそー、 V 破壊全然できてないんだけど。腕しかやってない。もらっていく。まあ、ともあれ狩猟達成。お見事でした。ん、お前こそ真の強者よ。おっかり、長いマガド狩猟したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。まがいまがど団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ、これで肩が軽くなったわ。
はい、ということでモンスターハンターライズ、無事里のクエストを、クリアすることができました。いやー、チャージアックスがですね、今回結構難しかったですね。いろいろ生配信で視聴者さんからアドバイスをいただきながらやっていったのですが、慣れるまでにまだまだちょっとかかりそうですが、楽しんでいきたいと思います。以降のモンスターハンターライズの動画なのですが、集会所の方でシナリオが進むところがあるので、そちらの方をお届けしたいなと思っております。果たして里クエが終わった後の集会所に何が待ち受けているのか、私もこれから楽しみです。それではエンディングの方お楽しみいただければと思います。
エンコリュウマガイマガドは終了したが、まだ数多くのクエストとモンスターが残っている。はいはい。木の上から星5のクエストが受けられるようになっている。確認してみるといい。前こそ我らの心を熱くたぎらせる高き炎だ。高みを目指せと。太刀をもらいました。使いません。